すごいですね。これが3面あるんですもんね。ワッキーラストだよ。どうもおはようございます、ワッキーです。今日なんですけど、こちらの埼玉県にある東京国際大学テニス部の方にお邪魔させていただこうかと思っております。いやプリンスね、今日ね、何度ですか今。多分35度ぐらいあるんじゃないですか ね。ここに到着した時にはもうビッタビタで、はい、僕2枚目です。2枚目ですね、はい、あの顔も2枚目です。あので今日はなんであの東京国際大学ご縁がございまして、あの監督の佐藤直子さんとか、あとはコーチの大野さんとかともともとつながりというか縁があったんで、あの大学シリーズ、第一発目としてちょっとこちらの方を、取材の方をしていこうかと思いますかね。でも皆さん朝から挨拶気持ちがいいですね。そう、やっぱ挨拶って、ね、人を救いますね。ね、うん、はい、じゃあ今日も一日よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。熱中症、気をつけてやってください。以上です。はい、練習後に YouTube でアップしていただくので、みんな普段通り頑張ってください。はい、以上です。よーし、で2メートル間隔取って、プリンスマネージャーさん、はい、お二人です。何年生ですか？3年生です。あ、いいですね。お名前は？花です。花さんと？セナです。セナさん、花セナで。はい。いい名前です。今から届けるんですね。はい、そうです。はい、いってらっしゃい。はい。暑いっすね。暑いっす、本当にやばいっす。元気ですね、でも。いただきます。撮ってます。お名前は？渡辺学生。なんか好きな選手とかいるんですか？同じ左利きの、チャポバロフ。チャポバロフ。なんか今後の目標ありますか？まあコロナで大会がほとんどない状況なんですけど、もし大会があったら、その辺を目指して頑張っていきたいと思います。お名前は？手塚です。手塚さん。手塚さん、はい、新1年生です。新1年生ですか？じゃあ18歳ですか？18です。うわー。出身はどちらですか？出身栃木です。あと一人、栃木県います。あら、栃木県。栃木たくさん。栃木県。はい。お名前は？佐藤太陽です。佐藤太陽。太陽、はい、いい名前。なんか今後の目標ありますか？ダブルスで世界を取っていきます。おっしゃ。あら。もうね、本当に皆さん謙虚で、はい、礼儀正しくて、いろいろこの難しい状況の中、なんかね、本当にテニスが好きやんなっていうのは伝わります。で、家族をと、今からハードコートも分かれて、4人4人になります。で、リターンでここで自分の中で前に移動しながら、ここで抜く、ここで取れなかったら運動でポイントを取る。例えばこれでもいいよ。この状況でもしあれば、もしかしたらまっすぐ来るんじゃないかな、ボディ来るんじゃないかな、スウェーデ来るんじゃないかなって思わせながらの
今のはゆりくんが読んでたから、読んでて知ってるからこっち走ったけど、分かってないわけだから、これはダブルスの中で非常に有効なショットになります。足動いといて、決めに決めに行くと全部諦めないよ。はい、ボール変わってニューボールだからしっかり抑えられるようにして飛ぶからね、これ今日。はい、じゃあすみません、佐藤さん、今日はお時間いただいて、はい、いや、暑いとこありがとうございます。いえいえ、今日本当にありがとうございます。ありがとうございます。あの、今ってこの大学、そもそも練習するだけでもそのコロナの対策でいろいろ大変だと思うんですけど、はい、今、熱中症と新型コロナウイルスの両方あるので、うん、とても気をつけています。アルコール消毒、うん、それから必ずあの来るときにはマスクをしてきて、うん、それから食事の時などはあの一緒に食事をするな、一人で、はい、あの離れてしなさいということ、うん、そもそも今選手も大会がなかなか出れない中 で、うん、でまだインカレがあるかもしれないん で、 そうですよね、今それを目指して、うんうん、やっています。リーグ戦という9月の目標がちょっとなくなってしまったんで、うん、はい、あの私としては普通の大学生はなかなか教えてもらえないような技術、翼広、うん、コーチに、はい、あの正弘コーチ、佐藤正弘コーチとそれから江原、あのプロが、はい、あの一応コーチやってくれてるんですけど、江原プロもやられてるんですよ。それすごいでしょ。彼らは私がこういうのを教えたいのってすぐできるん で、はい、でスライスでシューシューって伸ばしておいて同じフォームでドロップショットをするとか、うんうん、じゃあもう今ってあの東京国際大学男子女子は何部何部の位置に、男子は3部なんですけど、はい、去年2部との入れ替え戦 で、はい、あ、入れ替え戦で負けたんです。残念ながら。なるほど。で女子は今度は、はい、今2部なんですけれども、はい、あのギリギリ上がったんです。相手にもマッチポイントあって、こっちにもマッチポイントあって、相手にもマッチポイントあってで、すごいギリギリ上がったんですけど、はい、1年生でまたいい選手が入ってきたんで、あら、もしかしたらこのまま2位ちょっといけるかなと思ってたところを、ま、お時間いただいて、はい、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ボードコーチ、あのハードコートを紹介していただきます。コーチよろしくお願いします。あ、はい、お願いします。こっちの方はハードコートが3面ありまして、うん、はい、で特徴としては、はい、あの1コートずつに、はい、なってます。1コートずつ、うん、あのオムニコーター並びになっているの で、うん、でこっち の、 あの1コートずつのメリットとしては、はい、ゲームが、あー、ゲームの練習がしやすいようになっているので、はい、結構比較的こっちのコートはゲームで練習して、確かにトレーニングとかテクニカルのものは、はい、オムニコートっていう感じでやってます、うんうん、やっぱり一つずつのコートだと集中するので、うん、はい、3、4年で大学の方に3面用意してもらった、はい、でもこれで超立派、本当に。すごいですね。なんかね、こう大学院って感じします。みんなのね、元気の良さが、はい、ね、大学っぽいですけど。ハードコートいいね。いいですね。ね、あ、大学っぽいですね。宮城さん、すごいですね。これが3面あるんですもんね。3面あります。そろそろ、なんか対決、はい、はい、意気込みをお願いします。記念受験です。これもうね、凄まじい炎天下ですから。凄まじい炎天下、倒れないように、はい、じゃあ早速ね、よろしくお願いします、はい、お願いします。あのタイブレーク対決の方していただきたいんですけど、はい、4年の内藤リオです。ありがとうございました。ありがとうございました。もう卒業後の進路とか決まってるんですか？そうですね、やっぱり今まだテニスやるか、やっぱ一般企業に就職するかっていうところで悩んでるんで、うん、なるほど。やっぱ最後ハルカンがあったら、うん、インカレ狙って、うん、やっぱりいい成績を残してテニスを続けたいっていう気持ちはあります、うん、なるほど。お時間いただいてありがとうございます。ありがとうございます。第2戦目はね、中立さん、
なっちゃんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。なっちゃん、プリンス、はい、なっちゃん実は全日本出たんですよね。あ、予選に、ね、すごいですね。全日本ですよ。まあね、こんななっちゃんすごい優しいですけど、はい、多分構えげたいですから。なるほど、はい、アウトです。入ってないんです。プリンスやばい、1点も取れないかも。なっちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。なっちゃん、今後は、うん、今後は全日本本戦目指して頑張ります。なっちゃん、すみません、お時間いただいてありがとうございました。ありがとうございます。お名前お願いします。大川原遥です。すごいろさんは今、何年生ですか。今、2年です。2年生。去年そのリーグ戦で、3部から2部での活躍者となった自分の武器はどこですか。粘り強いところ。粘り強いところ。これはもう僕今粘り弱いですから。はい、3戦目ですから。ゼロで、目標ゼロ。いい、リオくんは2ポイント取られた。夏美ちゃん 1? 1です、はい、今度はゼロ。はい、お願いします。ガチでお願いします。はい、お願いします。ラッキー、フラフラです。フラフラですね。この暑さですか、はい、昨日42度ですから。そうですか。あとテニスコースだとちょっと違いますね、暑さが。暑いんです。このね、粘りがね、そう。ああ。お、入った。お。ああ。ラッキー頑張って。アウト。ありがとうございました。ちょっと多分ね、今参戦やってて一番取れたのが悪い。今後の目標はどういう風に立っているんですか。インカレの本戦でベスト8に入ることが目標です。うん、あ、ギラスだよ。いや、ちょっとこんな疲れ切った顔じゃ、とてもとても。よし、最後は第4戦、お名前を。相原和樹です。相原和樹くん、よろしくお願いします。相原さんは柳川高校出身で、はい、ちょっとたまに空気読んで続けたり、的に今空気読まなくていいです。ガチでお願いします。早速よろしくお願いします。はい、よし、行ってみましょう。おお、ナイスショだから、ちょっと今後の目標を教えていただいて。まずジョップからやっぱどんどん勝っていって、で戦績残して、まあ、いずれかは全日本で本戦行けるように、あとインカレとか上位目指して頑張りたいと思います。これもパワーないから何もいない。うん、プリンスちょっとお願いします。した本当に、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。キャプテン3年の萩原香織です。すいません、クリーンしてやがって。今日とかって今結構立てるのとかモチベーションとかもしかしたら難しいかも。はい、そこの辺はどうですか。今年はもうリーグ戦なくなっちゃったんで、うん、でまだ個人戦は一応インカレとか夏間とかもあるって言われてるので、まあ、個人ではインカレ行けるように頑張るのと、まあ、チームとしては来年のリーグに向けて、うん、一部に上がれるように頑張っていくと思います。うん、ちなみになんでこの東京国際を選んだの。まあ、環境がすごい良かったのと、実際入ってからはなんかどんな感じですか。はい、
その辺は。そうですね、結構練習環境も、自分はテニスオフの日でもやりたいっていう感じなんで、あ、そうなんですか。環境としてはすごい良くて、コートも練習たくさんあるので、うん、実練オフの日でもテニスができるっていう環境があるし、自分の中でいい。ここに来れば自分次第に強くなるっていう、はい、そうですね。じゃあ最後にちょっとキャプテン一言左手です。来年は一部に上がれるように4年生が抜けてもみんなで一つになって頑張っていこうと思います。男子のキャプテン、大学3年生の渡辺一です。東京国際 の、 あの魅力というか、やっぱり他の大学と比べて、うん、練習量も多い分みんなと顔を合わせられるので、もうやっぱコミュニケーションを取ることによって団結力だったり、チーム力っていうのがやっぱり、うん、最後にちょっと一言いただいてよろしいですか。はい、コロナで大会もなくなって、4年生も悔しい思いしてると思うので、来年はその4年生の悔しい思いを自分らが背負って来年2部昇格に向けて頑張っていけるように。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。笑顔が素敵ですね。はい、1年生の佐藤舞です。目標は、はい、日々の積み重ねをしっかりやってればもっと大きい夢に近づけると思うので、あの江原プロに練習させていただいて、はい、1万球の練習をさせていただいたので、はい、だからその練習を勝手に頑張っていきたいなって思います。素晴らしい。斉藤大輝くん、はい、自分のセールスポイントは、明るいところです。いいですね、はい、頑張ってください。お願いします。1年の三浦渚です。お、いい名前。はい、セールスポイントは何ですかね。ないっすね。そこがいいとこですね。謙虚なとこです。あ、じゃあ謙虚なとこで、うん、頑張ってください。はい、1年の力武宗衛です。すごいいい名前ですね。ありがとうございます。2年生の奥村俊介です。はい、将来の目標、夢ありますか。まあ、テニスに関係する仕事につければと思うんですけど。なるほど。今回あの取材させていただいたのも全部大野さんにつないでいただいてね。大野さんでも今国際大学、はい、結構どんどん上がってきてますけど、はい、その男女って今目標は一緒なんですか。それとも男女って言うの。まあ、男子も女子もあのワンチームで考えてるんで、なので練習も一緒にやってますし、はい、目標をズバッと一言で言うとどういう目標を掲げているんですか。まあ、長期的には全国というか日本一で、はい、でその過程が今いきなり日本一っていうのは難しいと思う。今の子たちはその日本一になる道を作ってるっていう、はい、うん、東京国際大学の方では、まあ、テニスは日本一を目指して今やっています。まあ、正直入ってからが勝負だと思うので、まあ、大人たちと学生たちの力を合わせて必ず日本一になれるように頑張ります。じゃあ佐藤さん、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。あの佐藤さんはもう今 ITF のシニアのランキングでも、はい、今世界2位ですか。バレました。すごい。パートナーのおかげで。いやいやいや、ランキング今45歳以上で。すごいですね。いやいやいや、パートナーのおかげです。いやー、でも実際ここでコーチをやられている中で、はい、いつもどういうことをこう心がけて。まあ、でも自分でもできるよっていうこと、このもう僕48なんですけども、48歳になる年でも頑張れる、みんなが強くなるシステムが、なるほど、はい、できてるんではないかなと、僕はもうそういうふうに、自分の体で少しでも、はい、見せたら、見せることができたらなと思って頑張ってます。ありがとうございます。はい、佐藤さん個人でもそのベテランで日本一になれたんですけども、はい、そこに世界に行けるということをやはりチャレンジするなら世界一位になってみたいなということで、はい、今パートナーの有本直樹プロと一緒に回らせてもらって、はい、まずはダブルスで1位を、うん、でうまくいったらそのまたいつかシングルスもあの世界でそういうシニアの中で一番取れたらいいなと思っています。なるほど。今日は暑い中みんな頑張ったと思います。どうにか勝とうとする術をみんないつも考えておいて、それからそれをやられた人は相手がどういう心境で頑張ったのかっていうのをよく考えて、そういうのを見るとどん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 頑張ってほしいなと思うし、みんな気合い入れてこの時期にみんなの技術を上げたいと思います。積極的に聞いて、コーチにみんなに聞いてどうすればいいでしょうって、そうするとみんな気にかけてくれるから、アピールが大切なの。そうすると嬉しいのよ、こちらも。あの一人でうまくいかないなじゃなくて、どんどんそのためにいるんだから相談してください。本当に今日は長い一日ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。